皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギーコちゃんです。よろしくお願いいたします。ださあ、先ほどの動画でもね、最後の方にちょろっと話したんだけど、モンストの次のコラボ、まあ11月だか12月だかに必ず来るから、みんな、みんな今食べ込んでるでしょ。大事なオーブがっつりとがっつりと食べ込んでるでしょ。それ全部絞り取られるから、コラボで。まあ、そこを絞り取られずに新春まで持ち越した人が真の勝者になるんだけど、多分俺たちギコちゃんも含めてもう欲深い人間だから、もうどんどん全部欲しくなっちゃって全部つぎ込んだ気がする。そんなコラボの話です。ではやっていく。さあ、ということで考えました。まあ、昨日の配信の中でもちょこちょこと言及はしていたんだけれども、まあいくつかコラボの可能性があるものを挙げさせていただきたいと思います。ドラゴンボールコラボ来るんじゃないかってね、言われてましたよね。10周年でいろんな鳥山明先生っぽいなみたいな人がいたりとか、まあ、違う俳優さんだったけどな、ね、だったりとかで、ドラゴンボールコラボ、ドラゴンボールコラボってね、巷では騒がれてましたけど、ドラゴンボールコラボは絶対に来ないと思います。はい、特に今は。なぜならドラゴンボール大魔っていう新しい鳥山先生監督のアニメが、シリーズものだよね、確かにね、GT の次みたいな、 Z の次みたいな、そんな感じだよね。それが2024年の秋頃だったかな、確かに始まるので、もしドラゴンボールコラボがあるとしたら、ドラゴンボール大魔コラボが、来年のそのアニメが始まったタイミングとかであるかもしれないねぐらいの感覚だと思う。さすがにその前に来ることはないと思う。 99% ないと思う。もしあったらなんか罰ゲームやるよ。ドラゴンボールコラボはね、はい、それぐらいないと思ってます。じゃあ何が来るのかっていうお話なんですけれども、はい、先日のね、結構モンストって伏線張るの好きじゃないですか。その伏線にさんざん騙されてきて一部炎上したのがナルトコラボだったんですけどね。いやー、本当に単純な見解になってしまうと思うんですけれども、俺来るのは、この間超重心祭のマギアっていうキャラクターがいたじゃないですか。あれ魔法少女マギアじゃないですか。魔法少女とマギっていうワード、どっから聞いたことないですか。これあるんですよね。スロットでちょっと打ったことあるんですけど、そうです、マドカー&マギカ、通称マドマギだね。これの第2弾がこれ来るんじゃないかなと思うんだよね。で、これもコメントだったんだけど、まあ、来るとしても、まあ、クリスマスバージョン、要するにアルファみたいな、で、元々のやつも実は重心化回避しちゃうみたいな、まあ重心化なかなかないと思うけども、まあアルファで来る可能性もあるよね。はたまた超重心祭コラボで来るか。でも超重心祭コラボに来るとしたらまた別のやつだと思ってるんだよね。今はマドマギコラボは、単体で第2弾が来るか、アルファでクリスマスガチャで来るかなっていう、そんな感じでございますよね。作りやすいもんね、クリスマスのさ、サンタさん、あのエロサンタみたいな格好してるさ、女の子キャラって実装しやすいし、金も回収しやすいし、オーブも回収しやすいじゃん。見た目的にゴリゴリのおじさん実装するよりもさ、可愛い格好してるさ、マドカとか、ね、クリスマスバージョンのマドカとかを実装した方が絶対回収できるから、ありえるよね。まあとりあえず候補1は俺マドマギだと思ってるんですよね。でその2、はい、これもね、そのマギア関係なんですけど、先日の霊絶フォーサー、これ適正キャラクターの中に五条悟先生いたじゃないですか。で現状一番強いと言われてるマギアを使えば、まあ多少は楽になるけれども、全然やっぱり難しいんですよ、持ってても。結局何年か先にはマギアなんていうのは妥協枠でしかなくなるっていう未来は、まあ間違いないと思うんだけど、まあフォーサーをさらに簡単にするキャラクター、簡単にしやすいなって思うのは、まあ、工場キャラのアレスももう重心に抱えしちゃってるんで、新重心なんてまだまだ遠いな、正直。やっぱりね、昨日の動画でも言ったかもしれないけど、五条悟先生の重心抱え、順当にいけば重心抱え、はたまた新重心化、トップ吹っ飛ばしてね、あるんじゃないかなと思うわけですよ。で、マギアを超える遅延持ちのね、さらに超自強化持ちみたいな、全然ありえるよね。で、しばらくバブリーモードになるみたいな、最強じゃん、そしたら。まあそんな感じでフォーサーをちょっと簡単にしてくれるようなキャラクターを実装するとしたら、呪術廻戦コラボの第3弾なのかなって思うんだよね。まあ候補2はそれですね、呪術廻戦第3弾で。3つ目なんですけど、これ今日俺知ったんですけど、これも怪しくなってきたよマジで。ホロライブコラボ VTuber コラボですね、要するにね。
ホロライブと二次三次って言ったらさ、もう二大巨頭みたいなもんだよね、 VTuber。 俺 VTuber 別に嫌いじゃないから、見はしないんだけど嫌いでもないって感じ。とのなんでそういう風な話をするかっていうと、まさに本日かな、まさに本日この後19時ぐらいから宇佐田ペコラさんが配信でモンストを始めるペコって感じで始めるみたいなんだよね。今日から始めるモンスターストライク in ホロライブみたいな、宇佐田ペコラみたいな。臭くね、ぶっちゃけ。だってもうやんなくても、こんな昔からあるゲームわざわざやんなくても全然ね、数字も取れるし、いくらでもね、あれなのに、なんでこのタイミングでモンストなのって、ちょっと不自然な何かを感じて、やりたくなったからっていう気まぐれの可能性も十分にあるんだけど、なんかちょっとね、裏の何かを感じるんですよ俺は。うん、自分が登場するから始めるとかさ、まあそういうきっかけの始め方も全然いいんだけど、そういうちょっとね、勘ぐっちゃう部分があるんだよね。で、なぜなら、なぜこういう風に思ったかっていうと、ミクシーってさ、モンスターストライクだけじゃないじゃないですか。モンストの派生のゲーム、もうほぼ失敗してんだけど、その中でも唯一ちょっとね、成功してんのが、ミリコドコとミステリーレコードっていうゲームがあるんですけど、ご存知ですか皆さん。モンスターストライクの派生のゲームでミステリーレコード、検索してみてください。やってみてください。はい。これでもうすでにホロライブコラボあったんですよね、こんな感じで。はい。なのでモンスターストライクに来ても同じ会社のゲームだし、不自然じゃないんじゃないかって思ってんだよね。で、その伏線として今日宇佐田ペコラちゃんがライブするんじゃないかなって勘ぐってる。いや、ごめんね、ごめん、これ俺完全に俺の妄想だし、もう本当に個人39歳独身のおじさんの妄想だと思ってください。イメージ膨らましてるだけだから、うん、何の裏付けもないことなんでね、はい、まあだからそんな感じです。リコちゃんが思ってるのは窓マギコラボ、呪術廻戦コラボ、ホロライブコラボの3つのどれかが来るんじゃないかなとは思うんだけども、もうでもモンストっていつもさ、右斜め下に行っちゃうから、もうマツムンさんだからさ、想像できないよ何が来るのか。だってジョジョ第3部コラボなんて誰が想像した、10周年の後半で。うん、ジョジョ第3部なんてなんなら何の話題にもなってないからね。好きだけど別にその時ジョジョの3部が世間的に盛り上がってるかって言ったら何も盛り上がってないし、静かなものよ。なんなら前半にあった東京リベンジャーズコラボもちょっと時期は外してしまってるもんね。外してるし、めっちゃ外れてるし、だからもう最近流れがあるものをコラボするかって言ったらもう分かんない、うん、全く想像ができないっていうのはもう前提におかしてください、保険として。はい、まあそんな感じで次のコラボの話はこんな感じでございますね、妄想ですけど。皆さんのね、予想、何々コラボ来そう、なぜなら〇〇だからみたいなコメントお待ちしております、はい、次のコラボも楽しんでいきましょう。ただオーブは大事に取っておくんだぞ、どうせ新春超獣神祭超強いキャラ来るから。以上、キコちゃんでした。バイ。